あ、リオの彼女ちゃん、ちょっといい？え？あ、はい。彼氏の女友達から急な呼び出し、怖すぎるでしょ。リオから聞いたよ。喧嘩したんだって。大丈夫？あ、なんで喧嘩したこと知ってんだよ。もしかして私が原因？そうですよ、ご名答です。あなたが私の彼氏の家に平気で入ったりボディタッチしてたからですよ。揉めてしまったんだよ。もし私だったら、なんかごめんね。昔さ、男友達に彼女がいたことがあって、その時も私が原因で別れちゃったことがあってさ、私って本当に厄介だよね。いやいや全然。 This is 厄介。でもあいつは悪いやつではないから、だから許してあげてね。リオと二人でよく飲むんだけどさ、その時いつも彼女ちゃんののろき話してて、本当に好きなんだろうなって毎回思うから。そうですか。なんで二人でコソコソ会ってんの？これからも仲良くしてあげてね。はい。言われなくても仲良くしますけど。あと困ったことあったらいつでも私に相談してね。あいつ結構さ不器用だから。それなりにリオのことは分かってるつもりだし。ありがとうございます。絶対相談しないね。じゃあまた3人で遊びに行こうね。またね。はい。いや、あんたとは一生遊びたくないけどね。強すぎました。